解釈者が呼んでおられます。賢き者の子供たちよ、よく聞きなさい。賢き者の故郷に三つの焚き木が設置されました。これらが放つ光は我らの儀式に欠かせない触媒となります。無知な輩が我らの光を抑え込もうと画策しました。いいですか、焚き木を囲む汚らわしいツタを破壊して先へと進むのです。それぞれの焚き木は賢き者の観測者に見守られています。ツタが破壊されれば観測者たちが次の任務を指示してくれるでしょう。子供たちを急ぎなさい。彼の忍耐は彼の知恵ほど深くはありません。聖モスマン、あなたの意志をここに体現してみせます。ものか、光が導いている。子供たちよ、儀式場の準備は整いました。滝に全てに火がつき次第召喚の儀が開始されます。さあ炎を燃え上がらせるのです。私は賢き者の塵を舞い散らせましょう。いよいよです。滝木の炎がガの塵に燃え移ります。刹那ながらも啓蒙を伝えてくれるのです。吸い込みなさい子供たちよ、吸い込みなさい。さあ子供たちよ、可能方の瞳を通じて世界を見るのです。塵と炎と噴煙でその体を満たし喉を浸しなさい。今こそ真実を知るのです。ですが気をつけなさい、異端者の無知な輩はこの敷地に怒り狂うでしょう。我らが賢き者の真実は彼らを狂気へ誘うのです。哀れな悪鬼どもから我らの聖なる光たる焚き木を守りなさい。炎の輝きなくしては賓客が招待に応えてくださらないかもしれません。無知な輩が教会に接近しています。討ち取りなさい、情けは無用です。異端者どもは汚れた獣を連れ込んできます。外見に騙されてはいけません。目に映る全てに死を与えるのです。その姿がどうであれ、人間であれ獣であれ、歪んだ影は全て偽りの者たちのしもべなのです。汚らわしい無知な輩が水辺の滝にへと向かっています。滝にを守りなさい。愚か者どもが四方から攻撃を仕掛けています。全ての滝にを守りなさい。異端者を見逃してはなりません。感じますか、賢き者が近づいてきます。我らの合図をお待ちです。子供たちよ急ぎなさい、私の元へ、美術館の屋上へ戻るのです。かのお方をお招きし我らの愛と感謝をお伝えしましょう。さあ踊り歌い叫び、腹渡から胆液を吐き出すのです。感情をあらわに、全てをさらけ出しなさい。聞こえますか賢き者よ、どうか我らの前にご降臨ください。子供たちよ、心の広がりを感じますか。知恵と洞察が高まるのを感じますか。かのお方が降臨なされます。賢きモスマンよ、我らの招きにお応えくださった。あなたの姿勢に比べれば我らなどいい屋敷虫けらに過ぎません。光れ子供たちよ、賢き者の眼差しをその身に受けるのです。無限の知恵の恩恵に良くするのです。